170ヤードなんか上げかなちょっとね、まあ170ヤード打つんで5番ウッドじゃねえ間違えたよなんだっけユーティリティでユーティリティだって間違えたよすごいねおおナイスショットあー巻く巻く左に流れてるちょっとナイスオッケーうまいもうでかいグリーンをめっちゃ使いましたはい左端に乗ってますあやばめっちゃ右行ったわあでも大丈夫大丈夫でもバンカー入ってないうん全然平気やっぱちょっと力抜いちゃったかな打てれば OK 難しいね距離の長いショートはいや気持ちいいねやっぱカルチャーは気持ちいいめちゃめちゃやっぱねいいね涼しい本当に涼しい風がね気持ちいいですねそんな暑くなく汗びっしょりかくこともなく軽井沢とかでゴルフしたりするあんましないあ本当あんま来ないでも群馬からだとねまあまあ近いとも言えないちょっとね南の方に住んでるからね私が東京都内だとどう？近い2時間半はかかる2時間半か電車とかで来れば新幹線だと1時間だからそうだよね早いねね軽井沢駅からバスも出てるから無料で東京から来やすい私バンカー越えっていうなんか難しいライダー来たうまいナイス超うまいやばい。オッケーオッケー。忘れちゃったな。13歩ぐらいかな。忘れちゃった。13にしよう。13歩のまあ、若干下りのスライスライン。だけど、そんなしないかな。逆目じゃねえや。目が右から来てるんで。なんで左カップ外側を向いて。とあ止まれ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 結構速い速いめっちゃ速かった今ねフックだとして右カップ内側おおナイス肩いいナイス左端狙い。うまい。わ、また上行ったよ。なんかこれ多いね。多い。ちょっと読みすぎなのかな。今の感じで打つんだったら読みすぎ。そうだね。あ、やばい。これだ。やっちゃった。もったいない。引っ掛けた。うまい。せっかくアプローチ良かったのに。ね、よかったね。アプローチは最高だったよマジで。黄色旗の右に打っていきます。まあなんか軽く左ドッグしてそうなので、ちょっと右側から攻めていきたいかなと思われます。8、3。おおナイスショー。まあまあまあ。完璧です。オッケー。おおナイス。結構いくね。あ、結構ラフまでいくんだ。あなんか自分が思ったより飛んだ。ちょっと左目だけど全然平気私はフェアウェイにいい感じにうんナイスショーうんオッケーオッケーオッケーいやーさすがですバーディー3つ取ってるもんもちけありがとうございますすごいでもハードル上げないでください私そんなうまくないですいやうまい全然うまくないですうまいわ本当にいやこれはねよそ行きの持ち券だからよそ行きの持ち券はうまいそうもうね自分のホームにやるとね途端にねもうぐったぐらになるからそういうことない持ち券もね YouTube をやってるのでそうなんですよあれはどのくらいの頻度で配信してるの？時たま気まぐれ、気まぐれ。マネージャーが編集してるので、ほんとね、月に数回。あ、そうなんだ。1週間に1回配信できればいいかなぐらい。ああ、でも月に1回は必ず配信してる。あ、それは絶対。はい、ちょっと見てください。そうなんですよ。ぜひ、もちけんリアルチャンネルです。よろしく。あ、また左だ。大丈夫かな。あ、大丈夫、大丈夫、全然平気。ちょっと左ラフ。おお、ちょっと次打ちにくそうだけど。まあまあ、仕方ないね。私刻みます。お、はい、見えないもんね。ここはね、そう見えない。なのでスコアメイクに走りたいので、まあそこが200らしいから、まあ100ヤード残したいなと思って。なるほど。はい、なんで100ヤード残したいから110ヤードぐらいを打ちたいかな。120、ごめん120。なんで正面に丸っこい木があるんだけどね。あれね。あっちの方向に打ちます。うん、でいいんだよね。残り100どれだ。あった。オッケー。多分大丈夫。おおいいね。あ、ちなみに今9番で打ちました。感じ。あ、オッケーオッケー。大丈夫。うん。あそこできっと残り100ヤードでしょう。完璧なコースマネージメント。はい。完璧です。練習しなくなったから、頭良くしないと。スコア作れないのよ。でもなんかすごい練習してるイメージがある。練習場、ほらお家。あ、練習場ね。父親がね、練習場経営してるんですよ。群馬の方、行ってください。そう、ぜひドリームゴルフガーデン伊勢崎です。ドリームゴルフガーデン伊勢崎。はい。千葉にもね、ドリームゴルフガーデンっていう練習場があるんですけど。それは系列店？全然。なので謝りに行きました。名前かぶってすいませんっつって。あ、その実家の練習場でレッスンもやってるの？そうです。実家の練習場でレッスンやってます。はい。あとはコースレッスンは太田双葉ゴルフ、太田双葉カントリークラブっていうところでレッスンやってます。それは群馬にあるんだ。群馬です。この辺でこの辺あ、ボールあまあ当たり損ないだけど結果の木を超えたかったから、まあまあまあ4打目狙えればいいかな。残り100ヤードなんだけどピンが奥なんでプラス10ヤードとしてみて110ヤード。なんかピンがすげえよく来てるんだよね。なんかオーバーするとバイバイみたいな。でピンオーバーするとバイバイになりたくないから、ピンよりちょっと結構右向いて振ります。ナイス。いいねいいね。おおナイス。ほらきた。バックスピンがかかってピンに近寄ってった。褒めてくれ。すごい。褒めてくれ。私は今日はうまいぞ。うまい本当に。ちょっと短め。ああ大丈夫大丈夫。おお前飛んだ前飛んだ。ナイスオン。乗った乗った。危なかった。危ないな。飛ぶかと思ったけど意外といかなかった。やっぱラフがちょっと強いですね。傾斜がすごい。ちゃんとこ難しいね。ね。この山がね。結構右に流れそう。もっと来い。やばい。飛ばないで。そこからもうちょいだね。ちょっと伸びなかったね。順面を気にしすぎたかも。5歩の上りスライスでもカップ外さないぐらいにちょっと強気でいきます。おお惜しい。オッケーナイスパ。ありがとうございます。10ダメージ。来い。あ惜しいね。ナイス。でも。オッケー。よし。やぼー。どこまで行くだろう。まあいっか。じゃあ黄色旗のちょっと右狙っていきます。あ、よっちょっと左に行った。ちょっと左。まあまあ。あ、めっちゃいった、めっちゃ飛んだ、めっちゃ飛んだ。すごい。カート道路乗ってめっちゃ飛んだ。ランがめっちゃしたよ。高速料。すごい。ETC 料500円ぐらい払えばいいかね。私は右目に打たないとフェアウェイじゃない。そうだね。フェアウェイだと右目だね。フェアウェイキープ。お、ちょっと右目すぎない？でも全然平気だよ。ナイスだよ。あ、オッケーオッケー。オッケー、ナイスショイ。オッケーオッケー、フェアウェイ。可愛い。中学からだけ持ち券ってあだ名がついたのが。持ち券っていうあだ名が。あ、そうそうそう、中学から。それまでは何だったんだろう。え、それまで？え、もう名前。あ、そうなんだ。そうそうそう、ちょっと名前は非公開なんだ。非公開。調べろ出てくるんだけど全然。そうなんだ。もう調べろフルネーム出てくるから。もう高校の時の成績とか、あ、そうそうプロテストの時、まあプロテスト28歳まで受けてたから、その時の成績だったりとか、いろいろ出てるんで。でもやっぱ持ち券がいいよね。大丈夫かな？うん。あ、なんかラフいっちゃうけど、まあ距離出たから、オッケーでしょう。なんか自分の名前でたまにすっごい前に検索したことがあって「持ち券」って調べるとなんかね、彼氏とかで結婚とか出てきてね、してねえしいねえよと思ってそんなみんな気になるのかな。いいね、そういう歌話があったらね、私はね 100% みんなに言ってるからね。はい、そのうちね耳に入ると思うよ。結婚はねめちゃめちゃしたい。本当にどうやったら結婚できますか？知ってるでしょ教えてくださいマジで。婚活行けばいけるかな。110ヤードピン奥でなので120ヤードを打ちたいんだけど場所が悪いので9番アイアンで120ヤード打っていきたいかなと思います。お、ちょっと左目。あ、ナイス。ありがとう。おお。スピンがかかった。ナイス。うまい。ありがとう。うま。あ、左目。もうちょい行け。あ、ゴー。山。オッケー。ちょっと弱い。ナイス。あ、よかった。よかった。もっと来い。もっと来い。これは弱い。あー弱いなー。まあもうちょっと思いっきりが。よし、じゃあスライスラインの平らでちょっと外すか。なんでカップ外側を向いて打ちます。きた。わー、ナイス。4つ目。バーディー。3つ目忘れた。4つ目。ありがとうございます。すごい。ナイス。すごすぎます。自分で言っちゃうぐらい。持ち券さんすごすぎます。やべえ、マジで。来てるわけ。やっぱさ、ナナちゃんの前でかっこいいとこ見せられるのがいいよね。かっこいいとこ。来い。わあ、ナイス。うまい。ボギー。ナイスボギー。ボギーでも大きいよ。前半終わり。お疲れ様です。前半お疲れ様でした。お疲れ様でした。